10月1日ライオンズ戦試合終了後に小田裕也選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて今日は3安打2得点1盗塁の活躍、はい、ご自身で振り返っていかがでしょう。はい、まあ、必死だったんで、はい、あまりなんていうんですか、あまりその3安打したとかっていうふうな感覚はないです。さあそして、シーズンも残りあと1試合になりました、はい。小田選手にとってはルーキーイヤーとなった今年なんですが、ちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、初出場、初スタメンとなったのが8月5日のマリーンズ戦なんですけど、はい、この、初出場するときはもう前日から分かってたんですかね、出場するっていうことはこう知らされ、ご自身は知らされていたり。知らされてはなかったですね。なかった、はい。じゃあもう当日聞いてすごいドキドキされたんじゃないですか。そうですね、まあ、前の日に合流っていう話を聞いて、まあ、そこからドキドキしてたんですけど、もしかしたら、もしかしたらっていうのは自分で準備しながら、まあ、千葉に向かって、はい、まあ、準備はできてました。早く寝れました？いや、あまり寝れなかったですね、やっぱり。やっぱりそうなんですね、はい。で、こうその初出場した日のなんかこの気持ちとかって覚えてますか？まあすごい、なんていうんですか、高揚してました、高まって、はい、あんまり覚えてないというか、あっという間に過ぎた試合でした。そして、8月12日のホークス戦、なんかすごい印象的だったんですけど、この日は同点に追いつかれた後の3回表に、はい、小田選手のプロ初ホームランで、勝ち越しに成功したんですけど、はい、この日のことを覚えていらっしゃいますか？覚えてはいるんですけどこう打った時の記憶とかってまだありますか？ああ、ないですね。やっぱり必死でやってて、で、まあ、打ったのが結果がホームランっていうだけっていうか、結果が良かっただけなんで。ちなみにそのホームラン のボールっていうのは手元に？あ、いただきました。今どこにあるんですか？今自分の部屋にあります。おー、大事に飾ってあるんですか？飾ってあります。お守りですね。そうですね、まあ、このシーズンの第1号でもありますし、はい、まあ、一応シーズンが終わるまでは部屋に置いておこうかなというふうに。なるほど、はい。その後はどっかに？は実家に送ります。ご両親に、はい、プレゼントされるということで。まあ、プレゼントっていうか、はい、そうなんですね。そして、まだ残り1試合残ってるんですが、来季に向けて の、はい、このシーズンオフ中の課題というか、はい、もうどんなことを準備されていくとかも考えてらっしゃるんですか？そうですね、もう徐々に考えてはいるんですけど、はい、どのあたりを重点的に？やっぱり走塁の部分、まあ、盗塁の部分で、はい、しっかり今スタートが思い切ってあまり切れてないんで、そこを切るように、まあ、いろんな角度から、はい、見ていきたいなというふうに思ってます。なるほど。これからも小田選手の活躍に、ファンの皆さんは期待してらっしゃると思います、はい。そのファンの皆さんへ最後にカメラに向かってメッセージお願いします。はい、シーズンはあと1試合ですが、これからですね、もっともっと活躍できるように精一杯やっていきます。ご声援よろしくお願いします。応援しております。ありがとうございました。今日のヒーロー小田裕也選手でした。